激流に飲まれてもうダメだって観念した時、頭の中に声が聞こえたんです。諦めるな諦めるな諦めるな。僕を助けてくれた人が突然光の中に消えて、夢を見たんだって誰もが言いました。でも僕にはそう思えなかった。そして初めてウルトラマンに命を救われたあの時も、諦めるな。姫は確かに信じるに足る相手だったかもしれない。でも宇宙人であれビーストであれ、そのほとんどが人間と敵対する存在であることは確かよ。ママどう？不用意に心を許せば後悔することになる。この町の真下で何かとんでもねえ異変が起きていることは確かだ。俺はそれを暴きたい。でもな、どこもかしこも警戒厳重だね。入り込む隙間もない。で、あの連中に見つからずに地下に侵入したいと。どっか秘密の入り口とかないかな。そんな都合よくあるわけないか。ある。え、とっておきのやつ見たまえ。東京の地下には帝都防衛を目的に掘られた秘密の通路が無数に存在する。今回のビーストによる連続失踪事件は決して無作為ではなく、ある明確な意思を持って行われていたんです。明確な意思？インクリプション、暗号です。現在までの消失ポイントは6箇所。そのポイントを示す全ての数値をゲマトリア解釈法で分析した結果、ある一文が導き出されました。ゲマトリア解釈法？古代ギリシャなどで発達した一種の暗号解読法だよ。全ての数値をアルファベットに置き換えることで隠された文章を探ることができる。隠された文章？7つ目の封印が解かれし時、深夜0時、闇の扉は開き、終焉の地へと通じる。終焉の地？黙示録に記された最終決戦の場所だ。黙示録？そう。西条副隊長へのメッセージは単なる脅し文句ではなく、みぞろぎからの重要なヒントだった。奴は大胆にもビーストが潜む特殊移送のゲートが開く正確な時間と場所を僕らに伝えていた。そんなことのために大勢の人間を犠牲に。で、7つ目の封印が解かれる場所は？6つのポイントは黙示録に登場する7つの境界の位置と一致します。つまり残る最後の一箇所。新宿中央公園。これは夢じゃないぜ、サクタさん。おかしい。ここはさっきも通った場所だ。
一体どうなっちまってんだ。ゲート開放時刻午前0時まであと10分です。クロンチェスターテイクオフ。さん、ここは危険だ。地上に戻ってください。あがいえ、俺だってなジャーナリストの端くれだ。そう簡単に引き裂かれるか。戻るんだ。この先には死しかない。もう誰の死も見たくないんだ。姫や、お前をそこまで駆り立てるものは何だ。お前は一体何と戦ってるんだ。俺が戦っているもの、それは宿命です。俺が追い求めていた真実。見ろ、あれが姫やな。遥か宇宙から飛来した光、やつはその光に選ばれ銀色の巨人となった。だがやつはその力の価値を分かっちゃいない。開け、闇の扉。ゲートが開いた。
入せよ。姫やジュンはその役目を終えたのさ。ここが終焉の地。あれは嘘をつかないで、一度も後悔をしない。